はいどうも皆さんこんにちは、ということで今回なんですけども、本日10月20日は今年最後の五等分の花嫁記念日でございます。皆さん祝いましょう。ちょうど1週間後の10月27日は、五等分の花嫁の公式のゲームアプリ五等パズの配信日でございます。で、来年の1月からはね、五等分の花嫁のアニメ2期が始まりますしね、楽しみですね。ということで今回なんですけども、以前ね皆さんに投票いただいた五等分の花嫁の声優さんランキングを発表していきたいと思います。投票に参加してくださった方々本当にありがとうございました。これこそまさにね、究極の5択ですよね。めちゃめちゃ難しいよね。誰が1位になっても全然不思議じゃないぐらいね、豪華な声優さんたちなんですけども、1位がね圧倒的なんですよ。ちなみに合計投票数が2260票ということでね、なかなかありがとうございます本当に。では早速ね、第5位から発表していきたいと思います。第5位はね、248票いただきました。この数字見覚えありますよね。並び替えたら四つ葉じゃねみたいな。でもあやねるではございません。こちらね、248票、竹立あやなさんでございます。まあ僕はねめちゃめちゃ好きですね。もう軽音のアズニャンとかね、もうまあ SAO のリーファーだったり、もう僕はね一番好きなのはデートアライブの小鳥ですね。めちゃめちゃ好き、マジで大好き。あやちのツンデレはたまらんです。もうツンデレ好きにはたまらんです。まあね、カジさんとね、まあお幸せになってね、もうイチャイチャしてんのかなとかね思いつつ、まあ幸せなら OK です。なんか昔はねもっとね、もうロリロリって感じのもうアイドルっていう感じだったんですけども、今はねまあ31なんで、まあ、大人の魅力というかね、もうそれはね色気があっていいです。そちらもやっぱショート似合いますよね。圧倒的に僕はロング派だったんですけど、最近ねショートいいなって目覚め始めましたけども。ショートって別にトドロキ君のことじゃないからな、カジ君のことじゃないからな。この二人の間に生まれた子供はね、もう声もよくて顔もいいんだろうな、もう勝ち組やん。では続いて第4位の発表です。こちら投票数が326票でございます。さくらあやねさんでございます。あやねるはシャーロットのトモリとか、バンドリのランちゃんとか、ごちうさのねココアちゃんだったり、今はね神様になった日のひなちゃんだったりね。いやもう聖域の幅どうなってんのっていう感じだし、演技力がえぐい、マジでレベチだと思う。ココアちゃんとランちゃんのギャップがやばいし、あのランちゃんの声を保ったまま歌えるっていうのがねお化けなんですよ。もう歌唱力お化け。あのロストワンの合谷のあのランちゃんバージョンあるじゃんないですか。あれやばくない、あれやばくないからの四つ葉のキャラソンのね、ハートの形、四つ葉のクローバーね、いやもう違う人じゃんっていうね、もう絶対違う人じゃんっていう。イロハスとかハスキのあのね、もうあざとい感じとか、ハルちゃんの凛とした感じとか、おちゃこちゃんのあの喋り方、なんだろう方言みたいなさ、あれがいいよね。またでも最近で一番衝撃を受けたのは、あの劇場版の白箱の宮井さんっていう新キャラがいるんですけど、あれをねあやねるがやっていて、まあやばいよね。もう誰って思うよね本当に。もう多分ね、あのあやねるっていうのを知ってた状態で言ったからあやねるって気づけたけど、ワンチャン知らなかったらもう分かんなかったんじゃないかなっていうぐらいのね、もうどんだけさ聖域広いのあの人、おかしいよ。であやねるイラストもね描けちゃうんですよ。うまいんですよ、もう才能に溢れすぎていてやばい。じゃあでは続いて第3位なんですけども、358票いただきました。花澤香菜さんでございます。てかこのランキングやばすぎでしょ本当に。だって5位がさあやちでしょ、で4位がやねる、3位がザーさん。何この豪華メンバー、なんこのランキング。改めて五等分の花嫁の声優さんの豪華さを感じるよね。ザーさんのキャラクターでさ全部有名じゃんっていうぐらいのさ、もうレベルじゃん。まあ今ね鬼滅の刃映画やっていますけども、鬼滅でも出ていますよね、みつりちゃんね。物語シリーズだったら戦国なでこだったり、口悪くなる時とかめっちゃ面白いよね。小野寺だったり、みかんだったり、黒猫だったり、天使だったり、赤血球だったり、トゥットゥルーだったり、全部有名すぎてやばいんですよ。化け物級の声優さんですよね。で小野賢章さんね、いやもうイケメンですよ、もう声もいいですよ、最強ですよ、おめでとうございます。黒子のバスケの舞台行ったことあるんですけど、いやねマジでかっこよかったかっこよかった。この賢章さんの身長が170センチで、黒子がね168センチなんで、リアル黒子みたいなね。はぁ、花澤さんどこ行った？ちなみに澤さんはね、あやちと同じ31歳でございます。野戸ありささんとかも31歳なんで、っていうか30前後のさ、声優さん豪華な人多すぎないか。新海誠さんの作品にも結構出ていらっしゃりますよね。琴の葉とかさ、まあ、君の名はにも出てた。天気の子にも出てた。他の声優さんとかでも結構あったりする場合はあるんですけど、なんかアニメ化される前の漫画とかを読んでいて、これ澤さんだなーとか思ってたら澤さんだったりみたいな。なんかね、澤さんのキャラクターは、めちゃめちゃ合ってる、ぴったりみたいなキャラクターが多い。違和感を感じたことがなくて、まあ個人的な意見なんですけどね。まあでもすごいよね、めちゃめちゃ自然に感じる。ザーさんの声はね、安心感がすごいんですよ。もうアニメを見ていて、あ
このアニメは安心だって思う。まあそんな感じで第2位いきましょうか。2人残っていますね。伊藤美久さんと、水瀬いのりさん。やばいな、若いな、若いコンビ2人。ちなみにね、2位の発表の前にね、レンの雑談ラジオ推しっていうね、そういうのをねちょっと集めてくれてる人がいましてね、そちらね、60票入っていました。ありがとう。まあ、この2人が残ったわけなんですけども、どちらも可愛い、てかまあ5人全員可愛いんだけど、可愛いんだよマジで、もう可愛いんだよ。まあでもね、1位と2位でもねかなりのね投票数の差があるんで、1位がどんだけ人気やねんっていう感じなんですよ。じゃあ2位発表していきたいと思います。投票数ね471票、すごい、471票で伊藤美久さんです。ミックは最近ね紹介したばっかりでございます。10月12日がね誕生日ということで、誕生日の記念の動画としてねまあ上げたんですけど、紹介動画をね、やっぱりバンドリの心ちゃんとまあ五等分の花嫁のミク、このギャップっていうのはねすごいなと思いますよ。詳しくはその動画を見てほしい。みんな見て見て、お願いお願いお願い、見て見てお願いします。まあ五等分の花嫁ね、もともとねミク推しだったんですけども、ミックの演技ね、アニメを見てねすごいなと思ったよね。マジで可愛かったもんね、もう萌え萌えすぎるで。ということで宣伝してるようですがね、こちらの動画を見てほしいなっていうね、お願いします。はい、ではついに1位ですね。1位の投票数なんとですね857票、で2位が471票なんで、まあダントツですよね。857票を獲得したのが水瀬いのりでございます。いのり、マジでいのり。リゼロのレムだったりね、まあ言ってる方いましたけども、レムによる加点って言ってたんですけど、いやその通りだよね、マジであるよね絶対に。レム可愛すぎるから。僕はいのりにねドハマりしたのがご中佐のちのちゃんなんでね、マジで可愛い、マジで可愛いんだけど、やばいんだけど。青豚の牧野原とかもさ、なんなんマジで、なんなんマジで可愛い。でヘスティアも演じちゃうし、マジで神様じゃん。イノリンの高音と低音のね、ねかっこよさと可愛さのギャップっていうのもあるし、歌ってる時のあの CD 音源は割とね可愛かったりするんですけども、生歌のね迫力というかかっこよさとか、マジで なんなん食べていいですか。まあラジオとか聞いててもこの人頭いいんだろうなってね結構思うんですよ。こもうなんか言葉選びだったりさ、まあ喋りがうまいんですよね。地頭がいいんだろうなって思います。あと計算なのか、まあ天然でやってんのか分かんないんだけど、自分を可愛く見せるっていうねやり方をねめちゃめちゃねもう分かっているというか、自分の見せ方をねすっごい分かっていると思うからね、本当に頭いいんだろうなと思う。とまあそんな感じでこんなランキング結果になりましたけども、やっぱ並べてみるとやばいね、このランキングやばいなマジで。という感じで1位はいのりんでした。最後まで見てくださった方、高評価とチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。皆さんにお願いがあります。チャンネル登録とツイッターのアカウントをフォローしてください。ツイッターのアカウントの URL は概要欄に貼ってます。お願いします、フォローしてください。